やっぱね、マカオで消えていくあのお金を見た瞬間とか、まあ、ドイツのバーデンバーデンでこう200ユーロしかないのに、ここから家に帰んなきゃいけないとか、あのイタリアのミラノとかで、この飛行機乗らないと帰れないんだよなって飛行機が目の前で飛んでくんだけど、金がないみたいな。しびれすぎますね。そういうのがクリエイティブに関係するって。いや、グッときますよ、ね。心が動いてる。だからニューヨークのにドコモから電話かかってきて、うん、電話通話料金10万超えたけど詐欺でも会いましたかってニューヨークで言われるあのときめきみたいな、うん、そうか今月も10万超えたかみたいな。そりゃそうだよな、ニューヨークでバリバリ通信してるからな。詐欺でもなんでもない、純粋に使っておきますっていう、使った覚えありますか、うん、今がその瞬間です、うん、一級のクリエイターはやっぱ人生のクリエイティブですよ。もう目の当たりにしたって感じですね。